いい状態とは言えないわね。少しは自分をいたわりなさい。ありがとう。気をつける。石化が進んでる。気にかけてあげて。辛かったら言ってくれ。無理はするな。これくらい平気よ。君の負担を減らしたいのに。あなたは十分に戦ってる。それに応えたいの。みんなだって同じ思いよ。私だけじゃないわ。それとも私たちじゃ頼りにならないっていうこと？いや、そういうつもりじゃ。悪かったよ。クライム！クライム！こちら。どうしたの？ロザリアが襲われてる。何？ロザリアに進軍したのはドレイクファング守備隊の一部、フーゴクプカの私兵たちだ。城下町に乗り込んで派手に暴れてるらしい。目的はシドか？おそらくな。フーゴクプカに今のシドがお前だと知れたんだろう。まさかクライブをおびき寄せるために？どうやらシドは相当強い恨みを買ってるらしい。奴の誘いに乗ろう。本気で言ってるの？これまでのとは訳が違うのよ。ああ、フーゴがシドに固執する理由はわからない。だがこの状況下でも戦を仕掛けるくらいだ。奴の強行を止めない限り、この意味のない戦火が広がり続けてしまう。それに故郷を荒らされて冷静でいられるほど俺は人ができていない。フーゴクプカをここで撃つ。奴にはたくさんの仲間を殺された。これ以上好きにはさせねえ。いいぜ、やってやろうじゃねえか。私も行くわ。あなたに無茶をさせないようにね。頼む。何にせよ、まずはオットーに今の状況を確認した方がいいな。もうすぐ服をくれるの？何かあれば我らもすぐロザリス。ガブから話を聞いたか？ああ、これから奴を撃ちに行く。状況を教えてくれ。こっちじゃ整理が追いつかなくて、上がってきた報告は全てビビアンに回してある。まさかザンブレクと戦をしている最中にダルメキアが仕掛けるとは思ってなかったからな。クライブ、頼むから無茶はするなよ。わかってる。やあ、
来ると思ってたよ。早速講義を。ほう、これは私の講義史上最多の生徒数だ。ことがことだ。俺たちも話を聞いておこうと思ってな。すぐにでもロザリアへ向かう。現地はどうなってる？そうせくなよ、クライブ・ロズフィールド卿。君が家路に着くには目下の状況を整理する必要がある。違うかい？まずはフーゴ・クプカという男について。奴の正式な肩書きはダルメキア共和国評議会経済顧問。商業経済に重きを置くあの国において、この肩書きは金と権力双方を握る地位にあることを意味している。それに加え、召喚獣タイタンのドミナントとして国家防衛の切り札でもあるのだから、全ては奴の欲しいがままさ。フーゴはその牽制を振るい、国家の要衝ドレイクファングを掌握。その結果、ドレイクファング守備隊はあっという間に買収され、フーゴの忠実なる私兵になり果てたというわけだ。今回ロザリアに進軍したのはキャツラだろう。知っての通り、ロザリアは現在ザンブレク公国の属領だ。しかし宗主国ザンブレクといえばクリスタル自治領で、ダルメキア共和国と睨み合いの真っ最中。当然兵力は自治領に集めたい。そんな折、ドレイクブレスの消滅によって鉄王国は大陸進出の拠点を失陥。つまり西の憂いは解消され、海上防衛に注力する必要もなくなった。ザンブレクはすぐさま海軍も含めたロザリア駐屯軍の多くを自治領に回したよ。フーゴはこの機を逃さず、警備が手薄な海路からロザリアに兵を進めたのさ。奴の狙いはクライブ、君に間違いない。事実フーゴの手勢は他に目もくれず、ロザリス城ただ一点を狙っているのだから。ポートイゾルではどうなっているの？あの町はロザリスの対岸にあるわ。例の種火の守り手から知らせがあってね。今のところ被害は出ていない。現在は彼らも協力してロザリス城からの避難民を受け入れているようだ。さてフーゴ・クプカを狙うならロザリス城に入らなければならない。だが城へと続くビュイット大橋の向こうでは、残留する駐屯軍とフーゴの士兵たちの戦いが続行中。その大橋からはもちろんのこと、奴らが抑えた海を渡るのも危険を伴う。この状況下、君たちならどう動く？そうだな。後輩のフェニックスゲート側から向かおう。大回りにはなるが、スティルウィンド湿地を抜ける道なら巻き込まれることもないはずだ。さすがに勝手知ったる故郷だな。クライブ、早速出発だ。おや、今回は君も同行するのか？ああ、仲間の敵討ちなんだ。今回ばかりは俺も行かせてもらうぜ。よし、行くぞ。おう。城の方へ回れ。はは。
フーゴたちの本体はもうロザリス城に入ってるみたいだ。ザンブレクの駐屯軍も抵抗してるが、あの様子じゃそう長くは持たねえな。それにしたってひでえありさまだぜ。町を一つ丸ごと壊す気だ。フーゴクプか。クライブ一人のためにここまでやるだなんて。まっすぐ城へ向かえ。城下の混乱にうまく紛れ込んで進むんだ。俺は逃げ遅れた住民がいないか辺りを探してみる。気をつけろ。そっちもな。二人とも熱くなるなよ。いざ目の当たりにすると、くそ。当然よ。ここには私たちの思い出があるもの。行きましょう。立ち止まってられないわ。兵士も市民も見境なしとは。ひどい。手当たり次第ね。くそ、ふざけやがって。クライブ、ここから行けるわ。シビが現れたぞ。お前たちの隙にはさせん。助けてくれ。おい、お前ら。お客だ。Hey!
そらしく捕まれ。貴様らに用はない。どけ。さあ、出番だ。加わるまで。やれ。ジロ。分かってるわ。そこか。
止めるのよ。そのまま攻撃を続けて。滞在人シド、いやクライブ・ロズフィールド、ようやくお目にかかる。ずいぶん探したぜ。彼女を話せ。俺はお前に会いたい一心でこうやって宴を催したんだ。楽しんでいただけてるかな、貴様。先代のシドにはあいにく会えなかったからな。代わりにお前からゆっくり話を聞くとしよう。氷女、ジタバタするのよ。お前は大事な宴の出し物なんだから。さあ第二幕と行こうじゃないか。まずいことになっちまった。お前の出番だぞガブ。おい、こっちだ。どの首を落とす。よし、やつを連れてこい。あの女、見せしめにするんだってよ。怖い怖い、滞在人に関わるからだ。クプカ様がお呼びだ。
お前の目の前で女を処刑するとさ。いい女だっての。ああ、ガブ。クリスタルのカセとはひでえことしやがる。待ってろ、すぐに外してやるから。ジロは中庭だ。くそ。ジロを助ける。お前が捕まってる間にザンブレクヘどもは撤退。城内は風護の紙幣だらけだ。問題ない。俺はそこの通風口から裏に回る。お前も急げよ。おっと、落とし物だ。待ってろジル、今行く。